うっそー、うそー、やばい、ちょっと声が裏返った、やば、すごっ。とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではやっていくね。今日はびっくりしたね、びっくりした。まさか仲間になると思わなかった。はい、薬剤ガロン、レベル100まで上げてみましたけども、使った感じはね、若干もっさり、若干もっさりだけども、ね、モードが変わればむちゃくちゃ強い。まあ、ステータス見てみましょう。こうなってます。キャラクターアクションで怨念ゲージを消費して薬剤モードに入る。だね。攻撃を振りまいた怨念を ZR で吸収すると怨念ゲージが溜まっていきます。でユニークスキルがね、薬剤モード中 Y で怨念を振りまき ZR で吸収ってなってます。まあちょっと分かりづらいと思うから一度やりながら話しますね。ではクエストに行きます。では行くね。ボスとの3連戦でやっていきます。まず、ガノンのね、ハートの下に必殺技ゲージがあるでしょ？その下にもう一つゲージがあるの分かりますか？あれが、怨念ゲージだね。攻撃をして、下にね、怨念の沼が現れるでしょ？これを ZR で吸収して、怨念ゲージを貯めていくっていう感じ。結構時間はかかるけど、モードが変わればむちゃくちゃ強い。じゃあまあとにかくこまめに吸収してやるっていうのがおすすめ。はい、まあまだ武器がそんなに強くないのであんまりダメージは与えられない。あ、いやでもそこそこ与えれるな。うん、使った感じはほんとね、ちょっと攻撃の出が遅いなーっていう感じ。うん、でもシーカーセンサーの技なんかは全然使いやすい感じだね。さあアストル倒して、で、憑依ガノン倒して、薬剤ガノンが出てくるところだもんね。攻撃範囲は、まあ、そこそこ広い。そこそこ広いんだけども、もっさり。うん。まあ、一発一発が、ちょっと強めって思えばいいかな。ちょっとお前、そこ端っこすごいやりにくい。すごいやりにくいよ。基本的には、チャージ5か、チャージ6で攻撃していくといい感じだね。はい、ゲージがもうちょっとで溜まるか。うん、ゲージを溜めてからスタートするっていうのもありだね。敵を戦う前にゲージをしっかり溜めていくっていう、そういう安全策とってもいいと思うよ。よし、もうあと2回ぐらい吸収するといけるかな。きた、モード入った。これが薬剤モード。もう普通の攻撃で相手のゲージを削れるようになる。むちゃくちゃ強い。うん、でしかもその間はスーパーアーマーがついてるからやりたい放題。まあ、ゲージがそんなにたまらないっていうのがちょっとあるんだけどね。でもまあそこは仕方ない、こんだけ強いんだから。普通のキャラに比べるとやっぱ強い、異常なほどに強い。テラフォンもそうだったけどね、大妖精とかも結構強いね。よし、おしまいだ。迫力が違う。うん、でかいもん。どのキャラよりも一番でかいっていうやつだね。まあでかいからリーチももちろん長い。
では最後ガノンと戦って終わりだね。なんかちょっとガノンとガノン2人になってよくちょっとわからない感じになるけども、そこはちょっとご了承ください。じゃあちょっと待って、薬剤モードをもう一回しちゃおうか。あー、いたいたいた、ちょっと待って、薬剤モードを入れるよ。Y 攻撃でしか薬剤モードがねたまらないっていうのがミソだよね。うん、チャージ攻撃ではたまらないんだよ。長い攻撃がわざわざ長い。よっしゃ、来た薬剤モード。じゃあやりたい放題で、ユニークスキルでこれも怨念を回収して回復できるから良くなった。うん、ユニークスキルがないときはこれ相手をダウンさせる前に切れたりしてたから、それは良かったかな。危ない、ちょっと吸収。さすがガノンそこそこ強いな。よし、もう一回ぐらい薬剤モード行きたい。よし、そこそこ溜まってきたぞ。食べる食べる。いいよ、やっぱ最後のガノンだから結構 HP は高いね。よし、溜まってきたよ。よし、薬剤モード、攻撃とチャージ攻撃をどれぐらいの頻度でやるかっていうのがちょっと問題だよね。あっ、たまらなかった、ダメだった。はい、ここからちょっとシーカーセンサーどんな感じか見せていくね。爆弾は今みたいに前方に5、6個ばらまきます。でビタロックはもう見せたよね、普通に固まるだけで。マグネがいい感じなのよ。敵が金属片を投げてない時でも雷で攻撃するからいい感じで、アイスがこれだ。うん、なんか異常なほどにシーカーセンサーは強い。よし、最後はちょっと必殺技をいくね。スマッシュが長いのよ。よし、じゃあ必殺技いきます。はい何かと長いっていうね、ガノンが。削る、あー最後まで削れんかった。よし、これでスマッシュしてで必殺技入れればいけるっしょ。これで最後だ。さすがの HP の高さ。オッケー、いいよ。わー遅かったいいよ、最後薬剤モードになろう。最後は薬剤モードでいきます。はい、終わりだ。では今日はね、薬剤ガノン使ってみたけども、まあ若干もっさりだけども強いよ。すごく強いキャラクター。まあ武器がもうちょっと良ければすごく進化を発揮するんだろうけどね。で、入手方法だけどもここです。
さっき動画でやった、戦場厄災ガノンとの決戦、ここをクリアすると、厄災ガノンが入手できます。まあ、ここを出すまでは結構ね、他のクエストもやりまくらないといけないんだけども、まあ入手してみてください。面白いですよ。ではまたね、出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやっ。